このシーン覚えていますか？映画黒帯で中達也先生が見せた、来ると分かっているのに受けられない手刀、久しぶりに見せてもらいました。まあ普通の動きでいきますよ、はい、普通の動きでいくとここで分かっちゃう、うん、ここで分かる、うん、手が速くても分かっちゃう、うん、で次同じコースだけど気配を出さない、うん、そう入るわけです。おやってみたかったこっちでこっちでいきますよ。で普通の動きでいくとしましょう、こうです、そうそう、ここで分かっちゃう、そうそうそう、だからいくら手が速くたってよくないじゃん、うん、これにこれを消しちゃう、そこに上がっていく